始まるざますよ。もしも禰豆子が人に襲いかかった場合は、竈門炭治郎をお呼び。鱗滝左近次、富岡義勇が腹を切ってお詫びいたします。だが断る。殺すずいぶんいい服着てやがるな、お前。え？私はキライ吉影、君の名を聞かせてもらえないか。爪伸びているだろう。こんなに伸びている、自分の爪が伸びるのを止められる人間がいるだろうか。いない。誰も爪が伸びるのを止めることができないように、持って生まれたサガというものは誰も抑えることができない。そして喋らない君は実に可愛いよ。すがすがしい、なんてすがすがしい気分なんだ。ちょっと落ち着け。俺たちにできないことを平然とやってのける。そこにしびれる、憧れる。